ユナ、ペネロペの具合はどう？元気になった？あ、ユナ、どうしたの？ああ、なんでもあらへんよ。心配してくれておおきに、カナボン。ペネロペやったら、ちょっと疲れが溜まってただけや。あの子、女優としての意識が高すぎて、自分を追い込むとこあるからな。大事な本番や大会前になると、よく食べるのも寝るのも忘れて倒れたりするんよ。食べるのを忘れるなんて、信じられない。高い意識のなせる技か。常人には真似できないことだな。意識高いも結構やけど、見てる方としては心配になるやん。せやからペネロペにあんたらの演技指導やらせよう思ったんよ。他人に対しては自分にほど厳しくせえへんやろうし、息抜きになるならちょうどええ思てな。けど誤算やったわ。カナボンたちの演技があそこまで大惨事やとは。あれじゃ命削って強制したくもなるわな。なんかごめん。そんなに気にせんでもええよ。なんか昨日のペネロペ楽しそうやったし、自分の手に入れた技術を人に渡すユンは今のペネロペからしたら嬉しいことなんかもしれへんな。これが終わったらペネロペのところに行きましょう。昨日のお礼ちゃんと言わなきゃ。あとこれからもよろしくって。うん、伝えなきゃね。そら、敵のお出ましだ。私の前に立ちふさがるなんて身の程知らずですね。はっ、炎よ燃え上がれ熱波扇風機。腹開けせよ炎の滅か。まずい、なんとかしないと。大きくなって。みんな殺されて当然なんです。生き残るの絶対に。それいって、王が爆炸した。落ちろ戦線集落。
変つまらない勝利でした。次はもっと楽しく